1分でわかる寺尾の生涯。寺尾は、日本の元大相撲力士です。鋭い突っ張りが特徴。39歳まで現役を務め、鉄人と呼ばれました。鹿児島県に生まれます。父親や兄も関取の、相撲一家で育ちます。角界に入門。彦根は母の旧姓です。甘いマスクと筋肉質のソップ体型で多くの女性ファンを獲得。関脇に昇進します。18歳で破竹の勢いの高花田との取り組みが熱戦として評価されます。関取が E110 場所、通算938敗と長く現役として活躍します。引退。錣山親方として宝馬将や阿炎などを育てます。現役時代の猛稽古の影響もあり、不整脈を発症。阿炎が幕内優勝します。鬱血性心不全により死去。寺尾の取り組みは今も多くの人の心に残っています。